町田遊ばれてて草、町田の敗因は明確水をかけなかったこと。人数不利だとしてもにゼロくらいには抑えられたよな。普通にボコられたな町田。つくづく町田キラーだよな。アルビは新潟4点目はさすがにやばない。数的不利とか関係なく。ナイス新潟。新潟もう一回遊べるドン。セカンドレブシンプルに新潟は勝ちでミナボールの扱いうまい。町田に勝つ方法を教えてくれるアルビレックス。セカンドレブあるのに3点取られたくらいから足止まりすぎやろ町田。サッカーゲームで操作ミスった時みたい。アルビレックスかっこいいな。ダサポだけど本当に見てて気持ちいい試合だな。ありがとう新潟。藤尾が指針に水をかけて退場とか銃でデマが流れていてわろた W。 チームに迷惑かけたとはいえねぎらいもできない監督。黒田の強しちゃんちゃかちゃかにフルボッコ WWW。 ボールに水ではなくチームに迷惑をかけてしまった藤尾。町田遊ばれてて草。これが本来の町田か。本当に新潟町田相性いい。ゴール決まった時がプレミアの歓声みたい。長倉群馬の誇り。町田の敗因は明確、水をかけなかったこと。人数不利とはいえこの試合はダメだな。去年の名古屋よりやばい。前半のリーグ戦の結果がまるで嘘みたいだ。町田は荒いサッカーする前にアルビのパスに全くついていけずに失点を重ねた。ただそれだけ。藤尾は町田に行って悪道のイメージがついてほんともったいないね。水をかけなきゃいいのに意地出すとこちゃうで。ただ単に町田が弱く新潟が強かっただけの話。ゴールキックがブレ球は芸術点高い。さすが町田恵美。新潟は2戦目手抜きしすぎて逆転負けしないように気をつけないとね。新潟に初の星をつけたい。金満寄せ集め突貫工事チームは崩れるととことんダメになる。長倉最高けどやっぱゴメス聞いてるな。来年も絶対いてほしい。長倉はザスパの時から大好き。4点目小学生の失点の仕方やん。正義が悪を裁く姿は美しい。1人で4得点か。決定力あるね。セカンドレブさらに戦みかけてくれ。ナイスよ新潟。4点目小学生の失点の仕方やん。